普段は琉球スポーツサポートのソフトボールの練習に参加させていただいていて、キャッチボール一緒にやったり、紅白戦の審判をやったり、ノックのキャッチャーをしています。私がボランティアに参加したきっかけは、大学の授業で障害者スポーツを学んだときに、私も関わってみたいなと思ったのがきっかけでした。子どもたちや知的障害のある方たちと関わることが多くて、皆さんの成長する過程が見れるのがとても自分は好きです。初めやっぱり不安があったんですけど、みんなと関わっていくうちに声をかけてくれたりだとか、あとは一緒にやろうって言ってくれることが多くなってきたので、そういう時に続けててよかったな、これからもやりたいなっていうのはとても強く思います。普段からずっと長くボランティアをされている方々と交流できるので、自分が初めて関わる子どもたちに対して、こういう言い方だったらこの子が一緒にやってくれるんだだったりが、とても学ぶことが多いと思っています。その子それぞれの癖っていうのがとても強くあるなと思っていて、自分が行った時はやってくれないけど、普段からボランティアを長くやっている人が伝えた時に素直にやってくれるっていうのが自分はびっくりしたので、自分の気持ち次第でこの子と関わっていけるようになるのは違うんだなっていうのは感じました。一番はコミュニケーション能力だと思います。目上の方たちと関わる時にどうやって対応すればいいのかなだとか、あとは知的障害のある人たちにはどういう対応の仕方が必要なのかなっていうのを全く知らなかったので、それを学べたことは今後たくさん活かせるのかなと思っています。僕にとってボランティアっていうのは、まあ、お互いに、気づき合う場、食べ物で言えばデザートみたいなもので、あったら嬉しいし、あったらば楽しいし、かっこよく言うと社会勉強なんですけども、ちょっとずつ成長できる割と気軽な場所かなと。子どもたちや、知的障害のある方たちと一緒に活動ができる、とても楽しい場だと思っています。喜びとやりがいですかね。自分自身を助けるっていうことにもつながってて、なんか海外に行かなくてもお家で海外旅行をしているような、そういう感覚。当たり前がやっぱ障害者にとってはなかなかできないことが多いです。だけどこのボランティアは当たり前を、まあ、感じれる。要は自分がそこに存在していることに対して価値が見出せる、まあ、そういう意味ではすごくいい活動だと思っています。